ッズを買ったので、それを紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回ね、大阪府からこんな感じで図書カードがね届きました。大阪府に住んでる子供たちに1人2000円分のねこの図書カードが届いて、それをね使って今回、まあ、自粛で毎日家にいるということで、お勉強時間を作ろうと思っていろいろね買ってきました。それをね YouTube の方で紹介してほしいっていうリクエストもあったので、今回買った本を紹介したいと思います。まずこちらのうんこドリルっていうものなんですけど、これね一時期すごい流行ったので知ってる方多いと思います。私は今回買うの初めてやったんですけど、このうんこドリルすごいこう面白くって、子供たちもね楽しめるって聞いてたので、今回ねこれを買ってみました。3、4歳のこちらはひらがなバージョンですね。もう使ってるんですけど、頑張ったシールがついてたりとか、こんな感じでねすっごい分かりやすいんですよ、一つ一つが。これうんうん、これやっぱうんこドリルなんですごいうんこが出てくるんですけど、こちらと2冊目がこちらも同じくうんこドリルの数字バージョンをね今回買いました。こちらも年齢は3、4歳用ですね。こっちもすごい面白くって、全部ねうんちがテーマになってます。うんちをお皿にのせようとかうんちの数は何個あるでしょうとか、なんかそういう感じで、書く練習のところもひらがなと同じでこんな感じになってます。これもね面白くて買ってよかったです。次が最後なんですけど、こちらの1日10分で絵が上手に描ける本っていうのをね買いました。すごい気になって買ってみたんですけど、こちらは3歳からね6歳まで使える絵本になってます。絵の練習ができるんですよ。例えばもうこれルーキー描いてるんですけど、まずはねこう三角四角丸とかの練習をしたりとか、太陽を描いてみようっていうので描き方とかも横に載ってるので、それを真似して描くっていうような感じなんですけど、雲と雨を描いてみようやったりとか、お花を描いてみたりとか、こっちはだから、まあ、お勉強というよりは絵をね描いてみようっていう本ですね。そうカブトムシ、カブトムシって言ったか、こういうのもカブトムシの描き方とかね。そうですね、そう頭を描いて羽を描いてみたいな、上もこうくるくるっと回ってな、うん、そうそうそう、これでも大人がやっても多分面白いと思います。面白いな。私すっごい絵下手なんで、個人的に自分がやりたいもんな。少しなんですけど、子供たちがちょっと勉強してるところもね撮影したので、よかったらご覧ください。どうぞ。はい、ということで今からお勉強したいと思います。では最初はこちらひらがなやっていきます。星から丸まで線をこうビーって引いてください。おお、ピンポン。じゃあこっちも星から丸まで。おお、全部そう星から丸。そうそうそう。そう正解。そうそう。そう正解。おお。そうそう。おお正解。できました。じゃあシール貼りましょう。くくさあく書いてください。おー上手上手。くこれはくさくさやね。そう、じゃあ次くものく書いてください。くも、うん、くも、そうそれはくもくまのく書いてください。反対よ。そう、オッケー。はい、読んで。これは草、草、雲、雲、熊、熊、これは、く、ピンパーン、正解。じゃあはいシール貼ってください。オッケー。じゃあ10ページ終わったので今日はこれはおしまい。次は数字勉強していきましょう。王様がうんこをくれたよ。一人一個ずつになるようにお皿にうんこシールを貼ろう。お皿にのしてあげて、うんちを。 OK。 はい、お皿にのしてあげてください。うんち食べたことないな。うんちかな、食べられへんな。ラスト4個目うんちのしてあげてください、お皿に。オッケー、正解。できたから頑張ってシール貼ってください。
どれにしますか次は。うんち。じゃあ、頑張った。楽しない鉛筆、はい、鉛筆 OK 2、3。おピンポン。じゃあ、うんち3つだけ色塗ってあげて。うん、塗って。うんちに塗ってください。 OK 2。そう、おー正解。そうそう、じゃあ指でなぞってみて。ピンポーン。じゃあはい、次は2って言いながら2書いていって2。おー上手上手。せーの2。はい、おー上手。じゃあ次2。じゃあラスト2。やー OK。 じゃあはい、シール貼ってください。OK、はい、次はこれはね、絵の練習。丸と丸をこう結んでいってな。そう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 、ぐるぐる。 OK。 これを赤くしたら順番から。はい、ママも。うん、はいはい。 OK。 じゃあ次縦線いくで、ママ、うん、はいはい、こう、はい、ルキギザギザやって。オッケー。5月の6。オッケー。グレーのところ。あ、そう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 、上手上手。ピンポーン。だって、じゃあ次四角、グレーのとこ書いて。ゆっくりでいいからね。そう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 、上手上手みんな。次ここ。こっちやで、ね、じゃあこっちグレーの。ここから。オッケー完成。ルキはじゃあはい、ここまた5月の6日って書いてください。2月6日。オッケー。そう、はい、やって。次はまっすぐ、まっすぐ。オッケー。くもさん、これ書いて、ここここ、ここ、ここに書くね。これ書いて。じゃあ、こっち、こっちじゃ、ほら、いいじゃん。で、雨が降ってるから、さあ、ほら、じゃあ、ここに書いてみて。同じ。そう、わんわん、大きい雲やな。三角。ザーって。ニーナちゃんがやる。上手やん。めっちゃ大きいけど。はい、ということで、あんな感じで30分から1時間ぐらいお勉強時間を作って、できたら10ページずつこうやるようにしてます。緊急事態宣言がまあ延長になって。でまたね、ずっと家にいることが多くなるんですけど、まあ、家にいるとね、やっぱなかなかこう勉強したりとかするの難しいかもしれないんですけど、こういう面白いドリルもあるので、よかったら皆さんチェックしてみてください。ちなみにお値段の方なんですけど、お値段の方はうんこドリルの方は1冊980円になります。でこっちの1日10分で絵が上手に描ける本の方、こちらも980円になります。皆さんよかったら参考にしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。